はい、今日は秋の夜長の松山城から桜の開花宣言をしに来ました。妖精さん何をのぶけたこと言ってるんだっていうねこと言われるんですけれども、見てください、桜の木です。ソメイヨシノ、ソロキンを見た桜、じゃじゃーん。10月というのになんと桜が咲いてるんですよね。これがまた綺麗な県、ぜひね、昼間なんか来たらね、あのサムネにしてるんですけれども、真夏の太陽と桜って合いませんね。で、あの秋の桜って書いてね、ソメイヨシノですかっていうレベルにねなってしまいますけれども、吉明くんと松山城です。この絵いいですよね。加藤義明公ね、1600年頃にね活躍した。松山城も築城400年、そして久松貞子がね市民にね下ろしてくれたお城です。ソメイヨシノ咲いちゃってるんですよね。夜景とともにいかがでしょう。このね、何とも言えません。涼し風、ソメイヨシノや夕暮れに、だん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 暑くなる盛りにこのソメイヨシノ咲いてくれるのもいいんですけれども、ここから撮るとね、じゃじゃん、義明くんと松山城と桜がなんと全て写すことができるんです。風情ですよね。なかなかこう人がいたらね、この三者三様を撮ることができないんですけれども、さてその間にくるりんでもね、こっちからね桜と松山城なんかの絵もいかがでしょう。撮っている日は10月の今日が3日になりますね。桜の松山城、秋の開花宣言です。勝手にね妖精さんが開花宣言しちゃいましたけれども、だいたいソメイヨシノ五輪もね、ほんとびっくりしますよね。あの海挟んで大分県でもなんとねソメイヨシノ開花したっていうね話がね出ているようです。松山城の夜景、松山城から見る松山市内の夜景もいかがでしょうか。くるりんがねくるくると観覧車でね回っています。そして南海放送などね見渡すことができます。さて、秋の夜長に虫の音聞きながら桜をめでるっていうね、なんともおつなことをやってますけれども、正岡子規とかがいたらねどんな俳句を読んでたんでしょうね。結構気になるところではありますけれども、でまだねこう木々ね見ているとまだね芽吹いてきそうなものもあるんですよ。であの新芽がね出てきちゃったりしてて、こう桜もね本当ご苦労なこったで2回もねまさか咲くことになるともね思ってもなかったでしょうね。芽もね春みたいにちゃんと出てきてます。であの秋の桜って書いてちゃんとしたコスモスもねあの咲いちゃってるんですけれども、なかなかこの桜もね本当ソメイヨシノ日本に生まれてよかったなって思うようなね桜の一種ですね。南海放送のドラマでソロキンの見た桜っていうのもねラジオドラマから行った映画ですけれども、なかなか本当ソメイヨシノもいいですね。こう今は桜と義明くんと松山城とね三者三様のコラボ撮ってます。さて新芽も出てきている桜さんね、本当またね来年春ねここでお花見ねしたいなってね思いますね。ではね、勝手に妖精さん開花宣言松山城にしに来ちゃいました編の動画緊急で回してましたね。ぜひぜひね多分桜見れるのもねもうちょっとかなって思うんで、ぜひ松山城ね登ってみてください。桜の松山城秋の夜長編でした。ご視聴ありがとうございました。